そういうゲームが今日できたのかなと思いますね。それもやっぱり天候進路ジャッジのおかげもあると思いますね。今日含めて拍手でこのゲームの主審のピッチから送り出します。木田主将です。なんかこういうセレン日本のサッカー界もこういうところまでやってきたなという感じがしますね。歴史がこう積み上がってきて、まあ、ファンの方たちの拍手も含めてですけどね、素晴らしいと思います。コイントスの時にね、両キャプテンと円滑なコミュニケーションを取るレフリーとしても結構後ろに出た方です。家元を主審に横断幕が送られました。さあ、それではインタビュー前田